こんにちは皆さん、スプスプです。メイクの前にする簡単なスキンケアを紹介します。私は朝にシャワーをする方だから、今シャワーをしたばかりです。シャワーをしながら朝は洗顔をしてます。私の場合は朝には弱酸性のホームクレンジャーを使っています。サンダワエウルトラジェントル薬酸성세안제입니다。これは弱酸性のフォームクレンジャーだから、お肌に刺激が少なくて朝の洗顔にぴったりだと思います。朝には軽く洗顔しても問題ないから、肌に刺激がほとんどない商品を使っています。私が今まで使ってみたクレンジャーの中でおすすめしたいことは何回かありますけど、これもいいし、フリープラスのマイルドソープです。この後にはパッドを使ってます。私が最近使っているパッドはバイオヒルボエプロバイオダムタイトニング T3 コラーゲンペッド입니다。最近は暑くなったんですよね。それでメイクのする前には絶対肌の温度を내려줘야됩니다。それでまずこのパッドを얼굴에올려주고머리를말려주고올게요。これはコラーゲンパッド、コラーゲンパッドなんですが、シートにコラーゲンが묻어있어가지고얼굴에좀잘붙어있는편이거든요。그래서얼굴에붙이고머리를말려줘도정말얼굴에잘붙어있기때문에이렇게해주는편이에요。얼굴에열감이많으면은메이크업이뜨는경우가많은데이제이거를붙여줌으로써온도를낮춰줘서좀화장이더잘먹게하는해주는겁니다。치기때시요시요시요치기때들어서치기때使えるいいと思います。韓国人は朝に머리를감는사람들이많은것같아요。일본에서는거의밤에감잖아요그쵸？그런게좀다른것같습니다。머리를말려주고올게요。이렇게머리를말리고왔고요。이붙어있던패드를떼서닦아주면서정리를해줍니다。첫단계는終わりました。私が聞いた限りでは、メイクアップが잘먹는온도は鏡を手を当てた時の冷たさに合わせるのが一番いいと聞きました。그래서이렇게차갑게만들어주세요。지금되게만져보면터치시따라차가워요。거울온도만큼립밤을넣ってます塗ります。これはラネーズの商品です。最近唇がめっちゃ乾燥してリップケアに興味があります。それでトーナーを塗ってあげます。私が最近使っているトーナーはこれです。ナンバーズイネ온천수 89% ミネラルトーナー입니다。これは温泉水が入っていて、肌に塗ったらしっとりと残っている感じが本当にいいです。トーナーを顔を叩きながらなじませます。肌の問題は乾燥して起きることが多いから、水分ケアはしっかりした方がいいです。私は2回か3回に分けてトーナーを丁寧に塗ってあげます。촉촉하면서도
温泉水が入っていて、しっとりした感じもあるし、もうあるから本当にいいです。あとはセラムを使ってます。私の場合は朝にはアンプルより軽いセラムを塗ってます。私は色白な人じゃないですから、美白にめっちゃ興味があります。それで今日も美白セラムを使います。私が最近使っている美白セラムはこれです。ランコーメクラリピックリファイニングブライトニングプロソリューションイミダ。これは価格が少し高いけど、私が今まで使ってみた美白のセラムの中でも効果が本当に良かったのでおすすめしたいです。私もずっと使い続けてます。これは美白効果もあるんですけど、PHA 成分が入っていて、角質の管理もできるから本当におすすめです。テキスチャーもリキ本当に軽いリキッドタイプだから、朝のメイク前使うと화장に밀리지않아서너무좋아요。本当におすすめです。丁寧に塗った後仕上げにクリームを塗ってあげます。クリームは最近これを使ってます。バイオヒルボーエプロバイオドンタイトニングコラゲンクリーム。このクリームめっちゃいいです。これ最近私の一押しになったクリームです。一生懸命に日本語勉強しているんですけど、また化粧の話はちょっと難しい単語がいっぱいあってでも頑張って説明してます。これもテキスチャが本当に軽くて朝に塗ってもいいクリームです。このような軽い感じです。それでこのクリームの中では粒があるからもっと丁寧に塗るようになってる気がします。지금爪が本当に長いから이렇게뜨고있어요。もう丁寧に塗って中に入っている粒がなくなるように丁寧に塗ってあげます。これはコラゲンクリームだからリフティングとかにも効果があって、毛穴ケア効果もあるクリームです。コラゲンクリームといえばなんかツンドツンド感느낌이感じがするクリームが多いんですけど、このクリームはコラゲンクリームなんですけど、なんか軽い感じで毎日朝にも使いやすいから本当におすすめしたいです。これは私の一押しのクリームです。それでマッサージを します。これを使ってます。これはバイオエルボーのセラムを買ったら一緒にもらうことができるマッサージ、ポケットマッサージャーですけど、これめっちゃ良かったから毎日朝に使ってます。マッサージをする前に首にもクリームを塗ってあげます。좀피부를촉하게해준다음에해줘야자극이덜합니다。아침에는얼굴이부을때가많잖아요。그래서붓기를빼주는마사지를할건데요。얼굴도중요하지만일단이렇게목부분여기를먼저풀어줍니다。가오와제下から上まで、いろんな식으로、こういう式で、この部分を使って、下から上まで、なんか顔の外から中まで、してあげます。
簡単にしても効果があるから、朝に얼굴이많이부으시는분들은간단하게このようなマッサージャーを使ってマッサージをしてください。ちょっとギャルめちゃんなよ。私が思ったら一番スキンケアの中で重要なことを今からしてます。それは日焼け止めクリームです。日焼け止めクリームは夏しか塗らない人が多いんですけど、日焼け止めは1年中毎日必ず塗らないといけないってことは皆さん知っていますよね。日焼け止めクリームは자외선차단뿐만이아니라피부암발생도예방할수있다고하니까진짜꼭꼭발라주셔야합니다。남성분들도꼭발라주세요。私が最近使っている日焼け止めはこれです。エスポアのウォータースプラッシュサンクリームセラマイドです。이거는제가ずっと使っていますけど、テキスチャが柔らかくてこの日焼け止めを塗る後にメイクをしてもいいからずっと使ってます。塗り心地がいいし、この後に塗るファンデーションがマット系でもよく塗れるように만들어줘서계속사용하고있습니다。목에도발라줄게요。これで朝のスキンケアは終わりです。今日はこのように私の朝のスキンケアを紹介しましたが、どうでしたか？今度また見たい動画があればたくさんコメントを残してくださいね。さらげよ。ではバイバイ。